税理士法人エヌズより棚原さんを迎えております。棚原さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、確定申告の時期でございます。はい、パタパタじゃないですか。そうですね、棚原さんたち、パタパタで、うん、今だから今日ちょうど折り返し地点ですよ。ああ、まあ、その、なるほど、折り返し地点ということで今お話があったんですけど、はい、折り返しってことは、はい、じゃあもうすでに確定申告はスタートしていて。そうです、ってことなんですよね。はい、ちなみにこの確定申告の期間っていつからいつまでなんですか。基本的にはですね、2月の16日から3月の15日までの約この1ヶ月間、はい、1ヶ月でしないといけないってことなんですよね。そうです、そうです。うんうん、で確定申告っていうのは、はい、例えば私はまあ会社員なので、うん、まあ、会社がいろいろやってくれるので、うんうん、まあ、自らなんか役場に行ってやるっていうことはしなくていいと思うんですけど、そうですね、はいはい、でも会社員でも会社がまあやってくれること以外にも、うん、もしかしたら確定申告しないといけないっていう状況っていうのもあったりするんですか。あります、あります、はい、これどういう時ですか。例えば、うん、会社の給料以外に、はいはいはい、例えばですよ、軍用地持ってますよとか、おうおうおう、でもしくはなんか副業してて、うんうん、例えばメルカリやっててすごい儲けたねとか、はあはあはあ、そういう人たちは確定申告をしないといけないです。要は今会社からの給与以外のもので、うん、そうです、そうです、収入があった場合は、はい、これは申告が必要ということなんですか。はい、これ例えば100円でもってことです。でもね、実はそうじゃなくて、うん、所得金額が、所得金額が、はい、20万超えた場合っていうのがあるんですけど。なるほど、はいはい、じゃあ所得金額何かっていうと、うん、まあ言うと収入から経費を引いた、うん、はい、まあ、会社でいう利益ですよね。なるほど、なるほど、うん、その利益のことをこの所得税では所得っていうんです。あーはー、あ、じゃあ総支給的なものではないってことなんですね。そう、引いた金額、まあ、給料でいうと手取りみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、ははは、そうそう、いや、その儲けが20万超えた場合、うんうんうん、その場合はサラリーマンの方の方でも確定申告はしないといけないです。じゃあ他に本当に仕事してて20万以上、うん、まあ、引かれた上で20万以上残った場合はやらないといけないと。はい、やらないといけない。でもこれってやらなくてもバレないですよね。要は会社のものでやってるしって、はい、いやね、これ、うん、バレちゃいますよ。でも自分がどこで働いてるか知らないですよね。FM 以外に。いや、税務署すごいんですよ。調べるんですか。はい、調べますよ。調べるし、うん、もうその他のところから多分情報も行くんですよ、税務署に。なんか警察みたい。はい、この人ここでこんな儲けてますよというか、はい、あるので、やらないといけないです。ごめんなさい、はい、これって脱税とかになるってことですか。そうですよ、ってことですよ。脱税ですよこれ。マジか、はい、マジかって。俺やってないですよ皆さん。役場で確定申告ってやったりするじゃないですか、はいはいはい、あれと棚原さんたちがやるのは別ですか。一緒。基本的に別です。別、うん、何が違うんですか。でも同じ確定申告じゃないですか、うん、なんですけど、うん、要は所得税がかかる方は、はい、この確定申告っていうものです。要は税務署にあるやつ、はいはいはい、で所得税がかからない方っていらっしゃるんです、うんうん、そういう方はどういう人、なぜ役所でやるっていうのは、うん、例えば国民健康保険の計算とか、あ、後期高齢とか、あは、まあ、そういうの申告をしないと、うん、なんか役所もその計算が できないと。なるほどね、うん、その計算をするために、まあ、所得税はかからない。さっき言ったみたいに、例えば、所得税の申告をしなくてもいい、うん、いい人、うんうんうん、例えばですよ、例えば年金の方、年金、そう言いますよね、さっき話ししなかったんですけど、はい、年金もらってる方で、はい、収入が400万以下、うんうん、年金暮らしの方で、年金で年金が400万以下で、はい、それ以外に何も収入も何もないよっていう方は、うん、これ確定申告しなくていいんですね。はいはいはい、いいんですけ ど、うん、当然役所にはやらないといけないです、うんうんうん、それは国保とか計算をしないといけない、うんうんうん、その違いです。あ、ってことなんだ。で、基本的にこの確定申告をすれば、うんうん、一応データがまた役所に行くので、うん、だから確定申告もやって役場でもやってとかって、そういうことはないです
2箇所にやる必要はないってこと。まあ1箇所でいいよということなんだ。まあでもその自分のもちろんこの収入に合わせて、うん、まあ、申告する場所が違うよ。そうですそうです。だから例えば役場で持って行ってやろうとしたら、うんうん、役場の方がこれあれあなた所得税かかるよと、うんうん、計算私が計算したらかかるよと、はいはい、そうした場合は多分あの所得税の確定申告やってきてくださいって多分言われると思います。ここじゃなくて、そうなんだ、そうそう税務署でやってねっていう。へえ、はい、あなるほどなるほど。例えばじゃあ今田奈良さんたちに N 図に行って、うん、はい、私それだけちょっと、まあ、年間のものを、まあ、給与これだけもらってました、うんうん、これってかかるって相談とかも可能なんですか。ああそれは可能ですよ、そういう相談も、はい、あその方が絶対安心ですね、うん、あそうなんだ、そういったのはできるんですね。できますできます。